はい、おはようございます。ブリッジです。今回はこちらのカニの喧嘩というゲームをやっていきたいと思います。まあもう見たまんまなんですけど、カニとカニが戦うゲームです。これ以上コメントすることがございません。さすがにそれは嘘です、ごめんなさいまあこのゲーム、もともと Steam で出ている PC ゲームだったんですけども、本日8月20日にスイッチ版が発売されました。まあいろいろな種類のカニや、まあそれを操作して、そこからまあいろんな武器の組み合わせをして戦うゲームになっております。まあぶっちゃけた話言うと、あんま詳細よく知らなくて、なんか2日3日前くらいになんかこのゲームのこと知って、まあノリで勢いでまあ買おうかなって思いましたまあ俗に言う衝動買いってやつですね。まあ大人になりますと、もう何でもかんでも衝動買いをしてしまって、もう本当にダメですね。つうかなんかあれ、バックになんか曲が流れてる、なんか歌ってんな、誰だこれは、誰が歌ってんだ。まあいいや、とりあえずこのキャンペーンってやつからやって。うわー、なんかスティックとボタンと2本持ちっていうのがある。じゃあせっかくなら、なんかね、そのまあその詳細知らないっつっても、なんかそのこのハサミをこのコントローラーでジョイコンでなんか操作できるっつうのは聞いてたんで、じゃあ早速このジョイコン持ちでやっていこうかなって思います。よっしゃー。いやーでもね、まさかカニのゲ、おーっと、ジョイコンストラップを取り付けて遊んでください。なるほどね。ちょっとじゃあジョイコンストラップ取り付けます。ちょっと待ってください。よいしょ、とりあえず取り付けました。じゃあとりあえず閉じるを押して、うお、いきなり、うお、ズワイガニ、ガザミ、急に来たな。カニの喧嘩にようこそ。あ、はい、あなたはカニや僕なんかカニだそうですね。なんか急になんかあなたはカニですとかなんか言われたんだけど、まあじゃあまあそこまでなんか急に言われたんなら、まあカニなん、まあカニなんでしょう。私はカニなんでしょうね。うん、まあカニとしてまあこれから生きていこう。で、は、あ、ジョイコンがちゃんとあるから、こうやって操作されるのか。で、あ、こうやって開いていくとちゃんとこうやって、で、あ、勢いよく振ると、あ、おわおわおわわわわわ、すげえ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 、なんかハサミが赤くなってパンチになってる。で、あ、これで、あーっと、迫ってくる。これで相手に与えると、あー、ダメージだ。あ、なんか、パーセントが当たってる。すげえ。お、すげえ。あー、急に、すごい。めっちゃ来る、オッケー。なるほどね、こうやってどんどんダメージを与えていけばいい。これって体力があんのか？なんかすげえ、なんか200%がいったんだけど、なんだ？あ、相手をひっくり返せば勝ちなんだ。なるほどね。あ、そういう感じなんだ。で、ダメージ効率、パーセンテージを上げていくと、ちゃんとその、あれか、倒れやすくなるって感じか、ダウンしやすくなるって感じなんだ。でもって、で、L と R でハサミを閉じます。おぉ。すげえ。で、長押しで相手のパンチをガードすることができる。あー、これがガードなんだ。すげえ。おぉ、今ガキンっつった。すげえ。なるほどでございますな。で、あ、ハサミで相手の体を挟むと、ガードされることなく、こう？え、どういうこと？え、なんか、うまく、できないんだけど。おー、すげえ！なんだ、すごい！電気！感電するな！感電しない？うわ、すげえ焦げてる！めっちゃ焦げてる！あ、めっちゃ治ってく！なんか焦げた、めっちゃ焦げた後にめっちゃ治ったな。で、あ、コントローラーを、あ、こうやって旋回するわ、うわ、あ、で、左スティックで、うわー、ちょっと待って、旋回しすぎました。旋回、ちょっと、なんか、いい塩梅が見つかって、で、あ、B ボタンを押しながらだと、おー、早く動けます。さあ、カニの喧嘩を始めましょう。相手をひっくり返せば勝ちです。了解しました。いいだろう。ほら、とりあえず、もうよくわかんないから、とりあえず殴っていこう。くそ。いや、なんか、全然俺当たってない気がする。この。ほら。で、相手ちょっと挟みたいな。なんかさっき挟んでなんかめっちゃ電気ビリビリしてたから。ほら、くそ。あ、痛い。めっちゃなんか食らってる。やべ、俺の方が食らってない？
くそ、なかなかなんかいい塩梅でなんか挟めないな相手を。くそくそ、なんか俺の方がダメージ食らってんの、なんか俺の方がダメージ食らってんの気に食わねえなこいつ。この野郎、てめえは所詮チュートリアルの敵だということを忘れるんじゃない。やばいやばい、復活された。くそくそ、ギギギ、オッケー、来た、決まった決まった、これでひっくり返してボンよ。いや、ま、未だにまだひっくり返ない、まだひっくり返ないのかお前。お、ひっくり返った、オッケー、あ、1、はいよ、ダウン、俺の勝ち。あーっと、沈む、砂に沈んでいったな、あいつ。なるほど、こういうことか。わかった、大体理解した。9割方理解したわ。お、この海辺から、すべてをひっくり返す旅が始まる。急になんか壮大なストーリーが、うわー、急に始まった。なに、ベニーワガニ、ベニーワガニ、なんだ急にお前、急に始まったぞ、なんかこの試合が。なあ、なんかめっちゃ早く、めっちゃ早く襲いかかってくる。やべやべやべ、仕方ない、だったら迎え撃ってやろう、迎え撃ってやろうじゃねえか。おらおらおら、くそ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 、痛い痛い痛い、くそくそ、やばいやばいやばい、いや全然パンチが当たんない、全然パンチが当たんない。おら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 、めっちゃジョイコン振る、今めっちゃジョイコン振りましたからね俺。くそ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 、おら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 、もうめっちゃ振り回してるからさ、なんかさ、なんかチッ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 ってなんか音がめっちゃ鳴る、なんかこのジョイコンので、おらおら、お、いいねいいね、雑魚だな雑魚だな。で、倒れろ、そろそろ倒れるか、いやまだかまだか、いやだったら挟んで、おーっと、倒れた、もう起き上がれないだろう。オッケー、うおー、ザオー、もう一体いんの、もう一体いんの、やばい、もう一体行きやがった。まあいい、ただもう俺まだ体力が 10%、 体力じゃねえや、まだ 10% しかまだあれか、そのダメージ量食らっていないからまだ余裕じゃろう。ここで挟み、挟めないな、なかなか相手を。オッケー、来た、おら、挟んでる状態でいじめてやら。そったらか、しかしな、やべえ、相手になんか下に回り込まれ、下になんか、おーっと、下に潜り込まれているからダメージが当たらないと言おうと思ったら、もうすでに相手をやられていて、おーっと、クリスマス赤ガニ、なんだそれは。え、そんなカニ現実にいるの、そもそも、ま、全然クリスマスな感じしねえぞ、お前は。もっとなんかな、サンタさんがな、プレゼントを配りそうな感じの、お前色合いにしてこい、バカったれが。お前全然クリスマス感がないんじゃ、ボーゲー。じゃあいい、こいつもなんかもうこの力でねじ伏せていこう。で、くそ。相手を挟みたい。え、どうすればなんかもっと相手のいい射程に入れるんだろう。射程距離に入りたい。くそ。てか、あい、こいつらなんか攻撃する気あんのか、こいつら。全然なんか一番最初のやつから1ダメージも食らっていねえぞ。OK、まあいい、とりあえずでも、まあ、それほどに俺がうまいということかな。痛い、やべ、うまいって言った瞬間に急になんか食らったわ。ただあ、もう倒れた、これはもう戦闘不能ということで私の勝ちでございます。うおっと、プロローグ1クリア、タイム2分20秒78、ファイトマネー418、ファイトマネーがあるんすか、ファイトマネーなんかがあるんすか。え、てことはなんかあれかな、ショップとかでなんか買い物ができるって感じなのかな。まあ、いいや。で、下になんか、GO って書いてあるけど、これ A ボタン押していいのかな。わー、A ボタン。わー、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ、お、お、連れてかれる、俺が連れてかれるよー。なんか、このゲームめちゃくちゃ。え、なんか、ZL、ZR でもパンチはできます。いや、もうそんなことどうでもいいんだよ、お前。俺のカニを返せよ、お前。急になんか、なんか宇宙人に連れ去られたみたいな感じになってるぞ、お前。なんか、いや、もう、やべ、なんかもうね、リアクションに困るな。急にどんどん来るな。なに、巨ガニ都市。で、なに、なにこの一番下のカニタクの騎士。え、円卓の騎士の、なんかパクリですかね、なんかアーサー王伝説の、あの円卓の騎士のなんかパクリなかなんかなんかですかね。まあいい。だったら、まあ順当に巨ガニ都市っていうのをやってみるか、とりあえず。巨大なカニのストリートファイトが開幕。なるほどね。じゃあ選んでいきまして、よっ、ノーマルかハードが選べんのか。ただ、ここでノーマルを選ぶのは男ではない。俺は、ハードで行くぜ。人生常にハードモードよ。うん。さてと、巨ガニ都市か。うお、ここか。
で、円光ガニ、なんかあいつなんかあれ、あいつなんかカニ、なんかハサミ長くない、なんかリーチ長くない、怖いっす。あ、なんか L って何、 L って何、 R って何、あー持てんのか、わー、だったらこの持っている武器で、ほらって思ったら、もう武器がない、なん、どうなっとんの、もう武器がないっすけど、武器がない、もうなんか、あ、違う、そういえば LR でも投げれるっつったね、じゃあ LR で投げていこう。いいぜ、エンコウガニなんて聞いたことねえぞ。しかしまあ、なんか腕が細いけど、なんか長いな。ただまあ、いや、ダメージ、今んとこ、結構食らってる。今んとこまだ俺が勝ってるけど、それでも結構食らっとんの。やばい。しょ。あー、ちょ、ヤシの木を拾いたいけど、ヤシの木、お、拾った。と思ったらもうヤシの木弱っ。ヤシの木もうなくなったんですけど、もうヤシの木がないんですけど、ただしかし相手の方が 20% くらい多い。よし、この調子でひっくり返したい。ひっくり返れ。もうね、あれだよ、俺もパンチね、あれ振って使ってないよ。もう L、 もう ZL、 ZR でやってるから。お、ひっくり返った。これで OK、 勝った。いいね。で、ハードモードクリアで1分22秒ね。で、ファイトも、お、1048、さっきの倍以上もらった。さっきなんか3匹倒してなんか400円だったのに、今回1000円ももらえた。でもって、続けると戻るか。え、まあとりあえず続けましょう。うわっ、ヒシガニなんじゃ、聞いたことない、またカニが出てきた。なんだもん。で、大体俺なんかカニの種類、なんかズワイガニ、タラバガニ、塩マネキ、あとなんだっけ、ノコギリガザミ、スベスベマンジュウガニぐらいしか知らねえぞ。え、どうしよう、なんか、なんかあいつ、車持ってません？え、車持てんすか？あ、持てる。車持てるんすね。え、なんか怖いな、車。突撃じゃー！とりあえず、男は黙って突撃よ。あーっと、爆発した。なに？車爆発するんすか？つか、思ったら、あ、こいつ、いや、結構俺の方が食らってる。やばい。やばい、これやっぱ、なんか、こいつよく見たら、こいつの腕結構なんかトゲトゲしててかっこいい。こいつの方がかっこいい。と思ったけど、俺の方が今なんか連チャンで俺がダメージ食らした。いいだろう。よし、オッケー。あーっと、また結構、あれだな、こいつなんかヤシの木、なかなかなくならない。こいつのヤシの木がなかなかなくならない。ただし、俺はただ、そんな武器に頼らずとも、この自慢の自分のハサミ、生まれ持ったこのハサミでね、うまく対応、おっと、と思ったら、もう 80% 食らってる。もう、やばい、気づかないうちに 80%。 これ結構倒れやすいのかな。え、じゃあったらちょ、車、俺も車。お、車が拾えんかった。お、ひっくり返れ。あー、ひっくり返れないか。やばい。てか、俺が倒れそう。なんだったら俺が倒れる。やばい。ガード。来い。ガードしてやろう。いやー、待って。食らいすぎ。てか、やばい。押し切れるか。お、来た。もう倒れろ、そのまま、オーケー、倒れました。いいね、なかなかにまた名勝負だった。で、またこれもファイトマネーが1048、これは1048円なのか1048ゴールドなのかわからない。じゃで、また続けるが選べんのか。まあじゃあもう一回やってみるか。とりあえず、あ、回復してくれるんだ。で、次、ヤシガニ、ヤシガニが普通にあれか、南国とかにいるやつか、沖縄とかにいそうなやつか。なるほど。てか、あいつ真っ青だな。なんか病気、あ、待って、え、なんか、あ、落ちた。You lose. いやー、待て、一番なんか一番やってはいけない負け方をしてしまいました、私、ごめんなさい。仕方ない。ここはコンティニューといきましょう。え、これちなみに、あ、よかった。ヤシガニからでよかった。え、これあれか。ちゃんとステージが限られてるんだ。じゃったらもうここはしょっぱらから突っ込んでいこう。結構食らってる。やばい。いって、こいつ結構強えな。くそ。だったらもう LR でとにかく殴っていく。男は黙ってハサミで殴っていくのよ。暗い。ほら。くそ、ほら。ハサミ。挟めないか。やべえ、なんかカメラワークがうまくいかない。ただ相手とトントンだな、今トントン拍子になっている。あー、やばい、ヤシの木をつかみたかったけどしょうがない。
ちくしょう、相手なんだかんだら挟んで、めっちゃ挟んでくる、めっちゃ挟んでくる。ちくしょう、くそ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 、うまい感じで。ほらほら、やばいやばい。あ、いや、まあ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 、でもそれでも、あ、いつの間にかヤシの木持ってました。と思ったらもうヤシの木なくなりました。早すぎませんか？ヤシの木なくなるの。あ、しかしもう相手100番、相手100番いった。これもうひっくり返せる。ひっくり返せる。ひっくり返せる。突っ込め、突っ込め。あーやばい、あ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 、やばい、やめて、待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 て、あ、オッケー。やばい声が出た。今、やばい声が出てしまった。てか、相手130パーなのになかなか、待て、なんで俺が、なんで、あ、嘘、やばい、お、お、くそ、くそ、くそ、待て、待て、まあああ、また負けたー。待ってください。もう一回、僕にもう一回チャンスをください。すいません、皆さん。こんな無様な、無様な姿を見せて申し訳ない。もう一回俺にチャンスをください。でもって、まずは、左から近寄って、とにかく攻撃。ちくしょう、掴め、相手を掴みたい。相手のことを挟みたいんじゃよ。挟みたいんだけど、なかなか挟めない。ちくしょう、なんか挟めないんだけど、俺。なんか、挟みの、なんか挟むアイコン出てきたらさ、すぐに消えちゃうんだよ。なんか、あ、ちくしょう、起きた、起きた、起きた。挟んだ、挟んだ。やっぱいい。は、逐一挟んでいくのいいね。やっぱ。挟めるチャンスをどんどん、あ、車持ってる。オッケー、オッケー、爆発させた、ボケってるか。ただ、相手も挟んでくるな。相手もなんだかんだで挟んでくる。挟み上手ですね。ちょ、挟ませろ。俺にも挟ませろ。俺にも挟ませろ。ちくしょ、くそ。やばいやばい。挟ませろ、挟ませろ。くっそ。あ、と思ったらまた車持ってて爆発した。オーケー。てか、こいつなかなかになんか全然ひっくり返ってくんねえんだよね。てか、やばい。逆に俺がひっくり返そう。逆に俺がひっくり返る。お、待て待て、ちょっと待て、お兄さん、ラッスンゴリラって何ですの？やべやべ、急に懐かしの 8.6 秒バズーカーが俺の中で出てきてしまった。仕方ない、危ねえ危ねえ。てか、こいつ、90杯いった。てか、もうそろそろ100いく。もうそろそろ100いく。くそ。てか、そろそろ倒れろ。そろそろ倒れろ。お前、いい加減にしろ。いい加減、あ、来た来た、倒れた。いや、待て待て待て、あーっと復帰した。くっそ、なんで復帰すんだよ、お前。もうそのまま倒れ。やばいやばい、わ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 。やばい、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 ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。くそ、危ない、もうなんか、ちくいち、ちくいち危ない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 。くっそ、お前いい加減にしろよ、お前。ちくそ、待って待って待って、もうちくそ、おお。くそ、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 倒れろ。あ、いた、いた、さすがにいたでしょ、さすがにもう、さすがにもう、もう、よし。さすがにここまで来たらもう、1206マネー。いいね。なんとかここまで来ました。で、とりあえず次の面もあんのか。え、どうしようかな。やろうかな。まあ、やりましょう。うん。てかね、もうね、疲れてきた。喉が限界になってきましたね、私。いや、ただ次の敵何なんだろう。で、また回復しまして、次が、ロブスター。いいだろう、ロブスター。勝負しようじゃねえか。ん？待って、あいつ。なんか、剣、なんか、ナイフと、拳銃持ってんだけど、あいつずるくない？あいつずる、おー、ダメだ。ずるいずるいずるい。な、銃刀法違反、銃刀法違反、銃、もう軽く銃刀法違反してる、あいつ。待って待って。だったら俺もや、ヤシの木で対抗していこう。ヤシの木で対抗。こら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 。痛い痛い痛い、バカバカバカ、銃刀法違反じゃ、お前。そんな武器持ってずるいじゃろ、お前。くそ。いや、てか、結構食らってる、結構食らってる。くそ、くそ、挟めないな。くそ、ちくしょ、くそ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 、うまくガードはできている。なんか、挟むアイコン長押しすれば、そのままガードに持ち込めるから、それもある意味いい手かもしんない。うわ、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 うわ。こいつやばいな、二刀流やべえじゃんけ。なんだこいつ、かっこいいな。俺もロブスター使いてえな。なんだったら、よし、あ、またヤシの木拾った。よし、ひっくり返れ、ひっくり返れ。おか、来たー。おか、あ、あ、と思ったら、こいつ、うわ、こいつなんか、尾っぽを使ってうまくなんか一回転しやがった。かっこいい。やっぱ俺もロブスター使いて。やばい、やばい。てか、なんだかんだで俺も倒すぞ。オッケー。あ、もう、もう、さすがにもう無理じゃろ。お前な、そんなな、ナイフと拳銃持ってりゃ勝てると思ってたんだろ、お前は。甘いんだよ、ボゲったるか。所詮はロブスターよ。所詮はザリガニの仲間。やっぱりな、このズワイガニに、ズワイガニだっけ、タラバガニだっけ、もう忘れちゃったけど、もうね、俺のカニに勝てるね、そう、筋合いっつうかね、レベルはないんだよ、お前には。ただ、
まだあるのか。まだこの戦いがあるのか。いいだろう。逆になんかロブスター以上見てみたいっつうね、俺の中でのなんか探求心みたいなのもあるから、いいだろう、続けてやろう。じゃあ次はなんだ、次はまたロブスター。なんて、なんかあいつ持ってんだけど、なんかあいつ、とりあえず様子を見よう。あいつなんか持ってません？あいつなんか持ってるよね。しかもなんかブルーロブスターじゃん。とりあえず俺も車を持って、とりあえずこれで殴っていく。うわあ、なんだこれ、なにロケットパンチ、ロケットパンチ、ロケットパンチ。ちょっと待って、それは汚い、それは汚い。お前ちょっと待って待って、科学力になんか差がありすぎません？なんか武器のあれにかなんか差がありすぎませんか？ちょっと待って、これ直撃するとまずいやつか。だったらこいつとあまりなんかその一直線にならない方がいいな。くそ。ちょっと待って、この真横から投げていけ。ひとまず俺の方がダメージを与えられてる。いや、さらにこうやってギロチンでこれでつまんでいって、オッケー。よしよし、あ、てか、なんか、あ、なんか、あーってか、てか思ったらなんかこいつ、は、なんか、あーっと、俺も使えるぞ、この、いいね。え、なんだったらそんなに強くなかった。しかも最後パクってしまった。なんかごめんね。ごめんね、なんか君の持ち物パクっちゃったけどごめんね。ただね、俺もね、なんかそう、素手で戦ってたんだからさ、まあいいよね、うん。まあ、で、まだ続けるがあるんすか？てか、これ何ラウンドあるんすかね？これ何ラウンドあるんすか？え、次なんだろう？次こそは、なんかほんともっと強いやべえやつ来んのかな？じゃったらもうここは、続けるしかないでしょう。ファイナル！ラスボスってか、次はなんだ？え、なに？大ホモラ！なんだそれ！なんか、でかいな！大ホモラでかくない？待って、じゃったら、ここは、ロケットランチャー拾おう。ロケットランチャー拾って、これで殴っていくか！突っ込め！ロケットランチャーよ！いけいけ！てか、でかいな、こいつ！大ホモラ！なんだ、大ホモラってなんかあれだな、なんかゴジラのなんかモスラみたいな、そんな感じの名前がするけど、そんなに似ていなかった。ただし、なんかこいつなんかでかい分、なんか的になりやすいから、そんなに強くねえな。このロケットパンチで、なんかどんどんダメージを与えられる。暗い。くらっとけ。お前、所詮はな、お前、そのでかい的になってんねんな。全然なんか怖くないんじゃ、僕やったらか。だったらあれだぞ。俺的に、うわぁ、なんだ。急になんだ。なんか、すげえ火を吹いた。え、なんだったらさ、ヤシガニが一番強かったよ、俺の中では。お前、大して強くないよ、お前。お前、そんなに強くないぜ。ただ、やばい。この体勢はやばい。俺もなんか、倒されそう。つってもまあ、もう3倍くらい下がってきてる。こいつそんなに強くねえな。こいつなんか本当になんかただ、なんかでかいだけのデクノボーだな。ただでかいだけだよお前は。うん、何がファイナルだお前は。がっかりさせやがってお前は。だったらお前な、ボスの座をさ、お前、ヤシガニに譲っとけボケったるか。暗い。てか、なんだか、やばい。なんか俺も倒されてる。俺も、やばい。なんか、うおー、待って、おーって、なんかたまになんか、バーストするけど、ああ、やばい、もう少しで倒れそうだったのに倒れなかった、あいつ。くそ、こいつやっぱでかい分倒れにくいのか。あ、倒れた。もうここから復帰すんな。もうなんか、お前なんだよ、お前すげえな、お前。200% いってんのにまだ倒れないの、お前。倒れたー！勝ち申したー！ハードクリア1-6！タイム1分54秒。4100！これが高いのか安いのか俺にはよくわかりませんが、とりあえず、ま、これ終わりと。で、あ、ダウン中にパンチをすることで、素早く起き上がることができる。なるほどね。あ、ってことはあれか、やっぱりひっくり返ってる時に、その、パンチすることで、その、ちゃんと上、なんか、前に起き上がろうとする力が加わるっていうことか。わかるほど。なるほど。理解いたしました。で、お、ショップがあるんすか。いや、まあ、ショップあると思ったけど、あ、まあね、そう、まあ、ファイトマネーがある時点でショップはあるか。で、ハイパーモードが解放されました。ハイパー。ポケモンのハイパーボールか。ハイパー級。で、お、すげえ。あ、チュートリアルでなんか、チュートリアルもなんかあるから難易度があるんだ。で、俺はとりあえず、なんかこの、1、2、3、4、5、6、どんどんクリアしていってるから、え、なんか、あ、
この X っていうのがハイパーモードなのか。で、あ、よく見たらカニカニ飯店飯店、ごめん漢字が読めんけど、なんかまた新たに解放された。え、待って待って待って、あ、ここで見れるんだ。え、装備はズワイガニ、捨てゴロってことは素手か。そうか、俺何の装備もしてないんだ。え、よく頑張ったな俺。で、強化ができる。強化、え、これ強化するのにちなみになんかいんのかな。待って待って、あー金がいるのか。強化も金なんだ。ただレベルは1のままだな。これレベルどうやって上げるんだろう。強化すれば自動的に上がるのかな。で、力、タフネス、スタミナ、技、速さ。あーすげえ、ちゃんとこういうのも細かく設定されてんだ。なんか思った以上になんかこだわってんな。でもってショップ、まあ、買うか売るか、もう買うしかねえ。もう売るもんなんかなんもねえ。で、ナイフ、ソード、バール、シールド、胡蝶と、胡蝶と、トンファ、お、リボルバー、で、ジェット、手裏剣、クレイモア、クレイモアが一番高え。なるほど。で、あ、カニがある。カニ、あ、ズワイガニ、あ、Y で詳しく。おお、あ、重さ、リーチ、加速、スピード、旋回、大きさ、すげえ。ちゃんと細かく設定されてんだ。で、エンコウガニ、ヒシガニ、ベニーワガニ、ロブスター、クリスマス赤ガニ、オオホモラ、ヤシガニ。もう正直言うと、この中で知ってんの、ヤシガニかす。ヤシガニとロブスターしか知らん。それ以外のカニは一匹も、一匹だっけ？カニの単位って一匹だっけ？一杯とかだっけ？なんか、ごめん、忘れた。なんか、そんな感じだった気がする。まあいいや。まあ、とりあえず、この中で知ってんのはこの2匹だけだ、俺は。ってか、結構奥が深いんだな。で、戦い。あ、戦い押すとここに行けんのか。で、ネット、通信対戦ができるということか。奥が深いで、フレンドリストが一応あるんだ。ごめんごめんごめん。ごめん、ごめん。ごめん。ごめん、今ね、フレンドリストね、僕の、その、個人的な、お友達とかも入っているんで、ごめんなさい。ちょっとここは隠させていただきます。ちょっとここぼかしかなんか入れておくんですいません。てか今回これ結構奥深いんだな。じゃあタイトルに、あ、タイトルに戻って、あ、この画面か。あ、こうしてまた曲が流れると。で、よく見たらさ、まだいろんなカニがいるみたいだからさ、そう、多分どんどんなんかストーリーを進めていくことで、どんどん自分の使えるカニが増えていくんだろうね。うん。これは、なんかね、勢いで買ったけどさ、勢いで買ってよかったわ。すげえ楽しいわ、なんか。めっちゃ、白熱するし、熱中できるゲームだわ。うん。まあ、いいや。じゃあ今回はこのくらいにして終わろうかと思います。このカニの喧嘩。またちょっと次回も、ちょっと撮っていって、また動画上げれればいいかなって思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。